ノルマンディ上陸作戦開始時の兵力の3分の1が投入されたロシアのクルスク奪還作戦。ウクライナから手を引くことを公言していた米国のトランプ前大統領が大統領選挙で当選し、復権したのと時を合わせてウクライナ戦線が動き始めた。昨日11日、ウクライナ軍が一部地域を占領しているロシア西部クルスク州で大規模な戦闘が始まった。ロシアがクルスクに5万の兵力を集結させ大規模攻撃を仕掛けたからだ。それにしても5万人とはものすごい数だ。第二次世界大戦で連合軍の勝利を決定づけたノルマンディ上陸作戦の初日に動員された兵力15万人の3分の1に匹敵する。ウクライナのゼレンスキー大統領は昨日、我が軍が5万人近い敵軍を防止していると述べる一方で、NATO に緊急支援を要請するなど危機感をあらわにしていたが、果たしてどこまで持ちこたえられるか、NATO を含め国際社会は固唾を飲んで見守っている。ロシアのクルスク奪還作戦に動員された兵力の中には、北朝鮮から派兵された兵士1万人も含まれていると伝えられている。実際にウクライナ軍と対峙する前線に投入されたのか、それとも後方に配備され後方支援をしているのかはまだ確認されていない。仮に前線でウクライナ軍と交戦しているならば、生け捕りされた兵士によって北朝鮮派兵の実態が明らかにされるのも時間の問題である。ロシアが攻撃を開始した11日は、プーチン大統領が9日に署名したロ朝包括的戦略パートナーシップ条約に金正恩総書記が署名した日でもある。このことを伝えた今朝の労働新聞は、条約は批准書が交換された日から効力を持つと報じていた。両首脳が署名した批准書の交換はまだのようだ。まだ交換されていなければ、双方のいずれか一方が個別的な国または複数の国から武力侵攻を受けて戦争状態に陥る場合、相手方は遅滞なく自己が保有しているすべての手段で軍事的及びその他の援助を提供する。条約第4条に基づく北朝鮮の戦闘行為は明らかにフライングである。5万人の動員は明らかにロシアがウクライナ戦の早期決着を図っていることの証である。プーチン大統領は早期停戦を促しているトランプ次期大統領が来年1月25日に就任するまでに最大で1300平方キロメートルまで侵入したウクライナ軍をクルスクから追い出し、逆に不当に占領したウクライナの領土の実効支配をさらに強固にする腹積もりのようだ。しかし、ウクライナ軍の徹底抗戦で激戦となれば、当然兵力をさらに増員せざるを得ない。そこで頼りになるのが人材ポンプの北朝鮮である。北朝鮮の正規軍は110万から120万人と言われている。ベラルーシ軍の25倍、韓国軍の2倍で、いくらでも送り出すことができる。ウクライナや米韓当局の推定では、現在、北朝鮮の派兵数は暴風軍団と称される特殊作戦部隊を含め1万から1万2000人程度で、表向きは北朝鮮の派兵はロ朝包括的戦略パートナーシップ条約に基づきロシアの領土を防御することが大義名分とされている。したがって条約通りならば、北朝鮮兵士の戦闘地域はロシア領内に限定されなければならない。その一方で、ロシアが侵攻し実効支配したウクライナ東部のドネツク州とルガンスク州は、親ロシア派がドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の樹立を宣言し、北朝鮮は一昨年7月に両国の独立を承認し、外交関係を樹立しているので、両国の要請を受ける形で破壊されたインフラ施設の復旧を名目に
軍広報総局所属の軍人や治安維持部隊の派遣もあり得る。そうなればこの地域での戦闘も避けられない。北朝鮮のドネツク州とルガンスク州への労働兵力の派遣と駐屯はロシアの実効支配を一層強固にすることになるであろう。キム総書記は、平壌はモスクワと共にいると何度もプーチン大統領にエールを送り、今月訪ロしたチェ・ソンヒ外相はラブロフ外相との会談の席で、ロシアが勝利することを信じて疑わない。ロシアが勝利する日までロシアを支援することを公言していたが、北朝鮮の過去の参戦歴を見ればリップサービスでないことがわかる。北朝鮮は一度支援に踏み切れば最後まで、それも勝利を見るまで軍事支援を続けている。例えばベトナム戦争1965年から75年ではホーチミン主席の要請を受け、北朝鮮は1966年10月の労働党代表者会議で参戦を決定し、小銃10万丁と軍服10万着の無償提供のほか、空軍戦闘部隊、心理戦部隊、特殊戦部隊、高射砲及び工兵部隊を派遣していた。例えば、特殊戦部隊は1967年に1000人が派遣されたのを皮切りに、1968年には正規軍大隊が追加され、1970年の時点で2個大隊に膨れ上がった。特殊戦部隊は北ベトナムが軍事的勝利を収める1975年までベトナムに駐留していた。空軍戦闘部隊はミグ戦闘機30機及びパイロット87人送り込み、米軍と空中戦を演じ、米軍の戦闘機24機を撃墜している。これら空中戦で14人の戦死者が出たが、ベトナムには戦死した北朝鮮パイロットの慰霊碑が建てられている。また、エジプトがイスラエルに占領された領土の奪回を目指し、シリアと共にイスラエル攻撃を開始した第4次中東戦争、1973年10月6日から23日では、北朝鮌は作戦部門、工兵部門、特殊戦部門、通信部門、空軍部門、防空航空部門の軍事顧問団を派遣し、エジプト軍に戦略戦術を授けていた。空軍の場合、パイロットが直接戦闘に加わり、イスラエル軍と空中戦まで演じていた。キム・ジョンイル政権下で、軍ナンバーワンの軍総政治局長の座にあった、故・チョ・ミョンノク元帥、元空軍司令官は、この時空軍兵士として参戦していた。エジプト軍は惨敗した第3次戦争までとは異なり、第4次では予想外に前線したが、その裏には北朝鮮軍の存在があったことは歴史の秘密となっている。ノルマンディ上陸作戦は、米英を軸とした連合軍がイタリアの独裁者ムッソリーニと同盟を結んだヒトラーのナチスドイツが占領したフランスのノルマンディを解放する作戦を指すが、仮に NATO 諸国が北朝鮮の派兵を理由にウクライナに援軍を送り参戦すれば、それこそ第三次世界大戦に発展する恐れも出てくるが、プーチン大統領もキム・ジョンウン総書記もトランプ復権でその可能性はなくなったと踏んでいるようだ。ノルマンディ上陸作戦は1960年代に西部劇の大スタージョン・ウェインら欧米の豪華キャストが総出演し、史上最大の作戦のタイトルで映画化され大ヒットしたが、映画で見る限り実に凄まじい悲惨な肉弾戦争であった。また虎で、ウクライナ停戦が成立すれば北朝鮮兵が平和維持軍に。トランプはウクライナ戦争を一日で止めると豪語するが、西側が停戦を望んでいることは明らかだ。今は日本もドイツもフランスも少数与党政権の時代。アメリカのドナルド・トランプも黒人やヒスパニック層に支持を広げて大勝した点では、白人主導の寄せ集め政権のようなもの。
トランプは独裁的だと言っても多くの層から手広く票を集めたのなら、それはもう民主主義、もしかするとポピュリズム。議会も最高裁も共和党支配とあっては、アメリカ、いやそれどころか世界はこれからトランプの民主独裁となる。彼は世界の物事を大国、強い勢力との談合で裁いていくだろう。パレスチナやウクライナ、そしてもしかすると台湾といった弱者は容赦なくしわ寄せを食らう。1981年1月20日、ロナルド・レーガンの大統領就任式のまさにその日、イランはそれまで444日にわたって人質としていたアメリカ大使館員52人を解放した。トランプは大統領選挙中から、自分が大統領になったらウクライナ戦争は一日で止めてみせると豪語してきたが、このイランの例も彼の念頭にはあるだろう。停戦は戦線が膠着し、戦う双方が消耗かつ周辺からの支援が切れそうな時に成立する。50年6月に始まった朝鮮戦争は、53年3月のスターリン急死で停戦の動きが本格化し、7月に休戦協定が結ばれた。アメリカなどの論壇は、もしトラを想定し、その場合の停戦のあり方を議論してきた。いろいろあるし、どれも今のところ絵に描いた餅だが、例えば10月28日付フィナンシャルタイムズは、停戦した上で戦線一帯を非武装地帯とし、その周辺のロシア・ウクライナ領の双方に自治地域を創設することを提案している。政権最大のリスクは金融恐慌。このようなやり方がすんなり通るとは思えない。ウクライナでは極右勢力の抵抗が強まるだろう。ロシア領内への攻撃、軍事クーデターもあり得る。もし停戦が成立すれば、これまでは戦争中だからということで延期されてきた大統領選挙が行われ、支持率の落ちているゼレンスキーは交代だ。もっとも彼に代わることのできる有力な勢力は見えないし、ウクライナ国内情勢は荒れるかもしれない。それでも西側が停戦を望んでいることは明らかだ。そこで北朝鮮兵を平和維持軍として境界のロシア側に駐留させてはどうか。ロシアの実質的な傭兵という屈辱的な条件で犬死にするのとは大違い。金正恩総書記もミサイル技術や食料品との引き換えに人民の命を差し出したという後世の非難から逃れることができる。ただそのためには朝鮮半島で核不使用を宣言するなど何らかの代償を払わなければ西側の同意は得られないが。放漫財政が金利上昇と不良債権増大を招けば。ロシアのプーチン大統領はトランプの再登場に合わせるかのようにシグナルを送った。11月5日にクレムリンで新任の大使ら28人から信任状の法廷を受けた際、ロシアは西側と対決することを望んでいるわけではない。可能な分野では協力を続けていきたいというようなことを述べている。28人の中には12人もの非友好国、ロシア制裁に加わった諸国の大使らも居並んでいた。米一極支配は世界の諸方にしわ寄せを生む。国内ではトランプにすり寄るうぞうむぞうが汚い利権合戦を繰り広げるだろう。しかし最大のリスクは放漫財政が金利の上昇と不良債権の増大を招き金融恐慌を起こすことだ。それで世界に展開した米軍の維持ができなくなれば、軍が崩壊して短期間で消滅した西ローマ帝国の事例が蘇る。